はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、タイトルの通り、いやーん、3段階に分けて紹介したと思います。初級、中級、上級というふうに分けて紹介しますんで、まあ、必ず最後までねご視聴ください。そしてなんでこんなね ED に効くスクワットを紹介しようかというのはですね、男性なら誰もが直面するね悩みでございます。腹筋ももちろん ED に効果あるんですが、やはりね下半身の血流アップさせるには太もものね前側を鍛える必要があります。なので今回ですね、太ももの前側、大腿四頭筋を鍛える効果的なねスクワット紹介したと思います。そしてですね、タートルは見てたんですが、最低週1回のマスターベーションを行ってくださいと書いてあります。で、ターザンってね、まあ、結構女性も見る雑誌であってですね、男性器について書いてるっていうのはね、もう全くいやらしいっていうわけではなくですね、もう本来もう誰もが通る道、悩める道なのでですね、今回この動画を紹介しようと思います。そして説明欄にですね、EDA にとっても効くねサプリ、マジやばいっす。これ1個リンク貼っときますんで、気になったらぜひ見てください。で、30日間返金保証なんで、もしね男性器ED に悩みがある人はですね、もしくは使ってみようかなって思う人、例えばお酒飲んだ時とか、ここ一番でね使えない時はやっぱり男性誰もがあると思います。そういった時に少しね常備薬として持ってたらかなりね助かりますんで、そういった商品を説明欄に1個貼っときますんで、ぜひね見てください。じゃあね行きましょう。まずですね、初級編です。初級編は普通のランジです。まず左足を前に出してですね、右足を後ろに下げます。肩幅より少し広いぐらいにしてですね、向きを変えましょう。で、手は頭の後ろで組んで、お腹をしっかりね引っ込めておきましょう。このままですね、右のかかと、後ろの足のかかとを少し上げたままで、まっすぐ真下に降ります。で、立ち上がります。この時に体重が前に行かないように、前足後ろ足どっちもですね、膝の裏の角度が90度ぐらいになるように胸を張ったまま降りたら立ちます。降りるのもストンと降りるわけではなく、ゆっくり降りてゆっくり上がりましょう。ゆっくり降りてゆっくり上がります。これ左右同じようにしましょう。このまま胸を張ってゆっくり降りてゆっくり上がります。しっかりゆっくり、前ももを使いますので、前のももにねしっかり筋肉を緊張させて行ってください。ゆっくり降りてゆっくり上がります。というふうに膝の裏の角度っていうのをしっかり意識してですね、前ももを緊張させながら行ってください。回数はですね、だいたい5回から10回ぐらいの目安にですね、2セット3セット行うと効果的です。では今度は中級編いきます。椅子を使用していきます。足首を引っ掛けてですね、今みたいにランジを行います。これも同じようにですね、前の足の膝の裏の角度が90度になるように足の幅を設定してですね、胸を張って、前かがみにならないように胸を張ってこのように降ります。で、上がります。この時にですね、太ももの前側が硬い人は少し降りる時に引っ張られる感じがするんですが、これはね少しストレッチ入りますので、前ももが少し引っ張られても問題はないです。しっかりですね、前ももを意識して前に行くんではなく真下に降ります。で、上がります。真下に降りて上がります。同じように反対も行きます。前足の膝の裏の角度が90度になるようにですね、上がります。こういう感じです。この時にですね、前の足と乗せてる足、体重の比率なんですけども、前体重が7割ぐらいです。後ろ足の体重は椅子に引っ掛けている程度です。前の足にしっかり体重を乗せます。しっかりこっちに乗せます。という感じでですね、回数は同じく5回から10回ぐらいを目安に2セットから3セット行ってみてください。で、最後ですね、
もう思いっきりここの前ももに効くスクワット、シシースクワットと言います。何か椅子を手に添えてですねやっていいんですが、手は胸か頭の後ろです。このまま両足かかとを上げて、足は肩幅でこういう感じですね。膝から頭まではまっすぐになるように、ももの前側をしっかり使っていきます。膝をしっかり前にします。降りるときもゆっくり降りながらゆっくり上がります。といった感じでシシースクワットを行います。で、椅子がなくてもできるよって方はですね、手は頭の後ろでこのままゆっくり膝が床につくまで降りていきましょう。ゆっくり降ります。で、このままグッと立ち上がります。降りるのを大事にしながらゆっくり降りたらグッと立ち上がります。はい、お疲れでした。今の最後のシシースクワットはきついですから、だいたい5回を目安に2セットから3セット行ってみてください。ただですね、ももの前側しっかり使えて血流がねすごい上がってきますんで、朝立ちないなっていう人も1週間ぐらいやっていけば徐々にね血流が上がってきます。で、実際ですね、下半身の血流、まあもちろんそのね男性器の血流なんですけども、血液の太さがどこの体の血液よりも細いって言われてます。で、そこの血液の周りが悪くなってくると、そこから心臓に血液がどんどんね詰まってですね、動脈硬化を引き起こす原因になると言われております。なので、しっかり下半身を鍛えて、やはりね男性器の血流もやっぱりいい方が前立腺のがんとかねなりにくいと言われてますんで、ぜひ下半身しっかり鍛えてですね、弱らないように頑張っていきましょう。タートル TV でした。ぜひコメントください。説明欄には商品リンクを貼っておきます。Thank you.